こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。さあ、それではまずは会場の皆様へのご挨拶をお願いいたします。とまるさんからお願いいたします。はい、本日はお越しいただきありがとうございます。柳田凛役を演じました、とまるさやかです。よろしくお願いします。ありがとうございます。柳田さん、お願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。あ、こんにちは、ないんですね。欲しいですよね。もう一回、もう一回、欲しくなっちゃってるじゃん。もう一回、もう一回、もう一回、いけるいける、はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、嬉しい。風間ゆうま役演じました平野浩修です。お願いします。はい、よろしくお願いします。それでは続きまして豊田さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、花江穂高役を演じさせていただきました豊田瑠奈です。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは続きまして寺坂さん、お願いします。僕も元気なやつください。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。森永伊織役を演じました寺坂雷賀です。お願いします。お願いします。さあ、続きまして高杉さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。谷口美月役を演じさせていただきました高杉桃葉です。緊張してる。大丈夫。緊張してるね。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは最後、小松さん、お願いいたします。皆さん、オス。オス。ありがとうございます。ドヤマシゲル役を演じさせていただきました小松純也です。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Sも対応できるんですね、今日のお客様。素晴らしい。そうですね、ありがたかったです。ちょっと怖かったんですけどね、ヒヤヒヤしちゃって。あ、ごめんなさい、今あっちに言うかと思ったら。ごめんなさい。あの、せっかくなんで、トマラさんもね、やってなかったんで一言なんかどうですか、せっかくなんで。こんにちは。こんにちは。あ、嬉しい。あ、これ気持ちいい。ありがとうございます。さあ、それではですね、まず最初にですけども、この本作の見どころについて、各エピソードごと、このドラマはですね、3人の監督によります3つのお話をオムニバス形式でお届けするというドラマでございます。なので各エピソードごとに見どころの方をお聞きしていきたいと思います。まずは偽りの温泉旅行プロジェクトご出演の平野さんからお伺いできますでしょうか。はい、はい、見どころ見どころです。お、見どころはどこまで言っていいんだろう。ネタバレはダメです。みんなまだ見てないですもんね。僕は役者役なんですよね。売れない俳優役で、はい、で演技をすることがうまいということで探偵事務所に雇われて、はいはいはい、で探偵事務所のその中の一つの何でしょう、社長がいて、うん、社長の愛人なんですよ。はい、あ、そうなんだ。それで社長からの依頼で惚れさせて、ここを別れさせてほしいみたいな。なるほど。別れさせ屋さんみたいなね。別れさせ屋さんみたいな、はい、これはここも言って平気なのかな。大丈夫です。大丈夫ですか。そんな役どころで、はい、すごい売れない俳優ということで自分にも通ずるところがあるし、そんなことないよ。そんなことないよ。通ずるところもあるし、やりやすく楽しく2人でできたのかなと思ってます。なるほど。ちょっといいですね、役柄として探偵事務所に入ってのお別れさせやがる。はい、さあ、それでは友野さん、お願いいたします。はい、私はその社長の愛人役ということで、はい、多分それだけ聞くとなんだその女みたいな感じで思うと思うんですけど、うん、なんかしっかり見ていっていただくといいところもきっとあると思うので、はい、じゃあそこもちゃんと見てほしいなって思います。ありがとうございます。いいところ見てくれと、はい、お互いの思いがあって、はい、温泉に行ってて、うんうん、それもなんか回重ねていくうちに分かってきたりとかするんで、ちょっとドキドキワクワクですね。そうですね。だからね、見て最後まで見て、あ、こういうことだったのかって。そう、最後まで見ないと、うん、すっきりしないと思います。なるほど。何なんだって、皆さん全3話ですのでね、絶対最後まで見てくださいね。お願いします。全中後編の3話でございますので、はい、一部のトークショーでトマルさんがね、社長の演技にも注目というのもありましたけども、いや、本当社長の演技が本当におもすごくて、はい、面白いんで。面白いんだ。身振り手振りなど。平野さんからしてもそうでしたか、社長の演技はすごかったですか。面白い、めちゃめちゃ面白かったです。ただこれ主観なんですよ。はい、僕主観で社長の演技を見るんですね、うん、そうです。このドラマ主観映像なんで、はい、その出演者さんの目線での映像が結構多いという。そうだから、
難しかったんですよ。何がですか？ただ何が難しいって言われると言葉にするのめちゃめちゃ難しくて、はい、みんなあれ俳優やったことある？何ですかその質問。ないですよ、なかなかその質問。やったことあるとその難しさが分かって、はい、社長と会話してるんですけどしてないんですよ、はい、カメラ越しだから。あ、なるほど。それがなんかカメラに向けて喋るわけですもんね、社長は。はい、とか友野さんとかはカメラに向かって喋るから、うん、僕にこんにちはって言って僕に返してくれたじゃないですか。カメラに返すんですよ。うんうん、なるほど。これが難しくて。それあの主観っていうことはカメラマンさんはどこにいらっしゃるんですか？横にいるんですよ、僕の。真横にいて。真横？カメラの本当横で喋るんですけど。それがな、難しかったんだよね。ちょっとね、この主観映像について言葉にするの難しいけど、難しかった。さあ、それでは、続きまして、誰にもバレるな私が彼を幼い理由ご出演の寺坂さん、見どころお願いいたします。はい、王道な、多分この中でも割と王道なラブコメになっていて、はい、すごくある意味こう何も考えずに見られるというか、うん、本当に楽しめる、そんな役、そんな作品にはなってて、ね、はい、考えちゃうだろ。いやいや、本当にもうね、うわーって面白いって見れる。この二人が主演だったらちょっと考えちゃう。そうだね、そうみたいですね。以前共演もさせていただいたこともあって、うん、ウルトラマンのね、ウルトラマントリガーで一緒だったんですよね。はい、でまさかこんな感じでこうね、はい、やるなんて思わなくて、最初ちょっと気まずかったですけど。なんか気まずかったんですけど、ただやはりもうずっと知ってたので、うん、呼吸もすぐ合いましたし、やりやすかったなっていうのは一つこう思い出ですね。で、役どころとしては地味な男の子を演じて、事前に監督に言われたのは、爽やかさとこう自分で言うの言われたからですけど、はい、イケメンさはなくしてって言われて、自分言われたからですよ。はい、大丈夫です。大丈夫です。何も言ってないです。全然普通に、それがなければ普通に受け取りますから。大丈夫。そうでした。はい。言われて、なんかそんななんか難しいなっていうのがあるから。違う。難しい。ちょっと難しいな。イケメンとるの難しいから。なんか言われたことなかったから。気にしたこともなかったし。今度一人でおかしなもん忘れてました。はい。まあ、そんな役でした。はい、ありがとうございます。さあ、それでは豊田さん、お願いいたします。はい、もう本当全部言われたなっていうのがそのあれなんですけど、本当に、本当王道のラブコメ で、私の役柄としては結構明るいというか、底抜けに結構明るくて、でまあ、結構おしゃべりで、で、韓国が好きな女の子なので、はいはい、ティザーの方でもちょっと森永伊織氏って言ってるんですけど、ちょっと韓国語混ぜて、うん、韓国語で氏ってなんとかさんっていう継承の意味なんですけど、ちょっと喋るので、なんかそういうところが、私も韓国好きで韓国語喋れるので、そことちょっと通じる部分があったりとかして、ちょっとなんか役作り的な意味ではすごく楽しかったなっていうのと、あとやっぱ共演できるって嬉しさもあったので、でも全然またその前に一緒にご一緒させていただいた時よりも役柄がもう本当に全然違うというか、うん、またなんか違うキャラクターで共演できたので、それはすごい楽しみだったのと、私は別に気まずいとか思ってなかったです、最初。別にやりやすかったですか？はい、最初がすごいやりやすかったんですけど、はい、その気まずかったって最初めちゃちょっと不安になった気持ち。まあでも楽しかったですよね。ちなみにライガ君のイケメンさは取れてた、はい、これがね、どうでした？いや、なんか、そうで撮ってたんだと思うんですけど、はい、どうしても目がキュルキュルで、大学のファンの方はちょっと分かると思うんですけど、本当タピオカみたいな目をしてるんですよ。タピオカみたいな目。それはプラスの意味ですもんね。プラスの意味です。本当にキュルキュルのすごい素敵な笑顔なので、はい、それをすごい一生懸命抑えてるだろうなと思いながら、ちょっと微笑ましく見ました。あ、いいですね。さあ、お二人のその主観映像での大変さ、何かありますか？いやー、でもやっぱあれなんですよ、本当に言ってましたけど、カメラを見るってお芝居するのが本当に大変で、はい、相手がカメラマンさんの横にいる状態で、そのカメラマンさんの横から声が飛んでくるので、どうしても声のする方向を見ちゃうから、どうしても人物を見てしまってカメラ目線で喋れないみたいな、でなんかふとした相槌みたいなのを、普通のセリフはカメラ目線で言えるんですけど、はい、相槌とかでうんとかって言いながら、その本人の方を見ちゃうから、あ、やってしまったって思いながら
ちょっとそういうところで難しさあったかもしれない。どんどん慣れていきましたか、それは。慣れてきました。微妙だったかな。なんかでも本当に2人で掛け合いが多かったので、すごいなんか2人でしか喋らないというか、この掛け合いしかほとんどないので、ずっとなんか2人で喋ってる感じでやってるから、なかなか最後の方、最後の方ほんの少し慣れてきたなぐらいで、なるほど、結構その見ちゃう、相手を見ちゃうっていう回数多かったと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、寺坂さんはどうですか、主観は。そうですね、やっぱりこの今こう見てるこの感じというか広さとかもそうですけど、はい、結構伊香保温泉に行って、その街並みに普通に観光に来られていた方々もたくさんいらっしゃってて、素敵な場所ですから、はい、その映り込みとかがすごく大変だったなっていうので、もう一回やりましょう、何回もテイク重ねたりとか、今鬼滅の刃さんとコラボしてたから、はいはい、絶対いるんですよ。炭治郎とか、あーこれ大変、煉獄さんとか絶対いて、みんなでこれどうにかして、なんとかしてって言って、確かにまっすぐラブコメに炭治郎邪魔ですから。ちょっと煉獄さん登場しちゃうんで、鬼殺隊ちょっと登場するのやめようってことで、もうみんなで必死に、もう集中して、はい、やって。まあでもイカホだいぶ平和ですよね、だから。一番安全な場所ですけど、そんな大変さはあったなっ。なるほど、まあ、観光地ですからね、はい、ありがとうございます。さあそれでは最後ですね、コールドムーンの夜にご出演、小松さんお願いいたします。はい、そうですね、僕たちが出演させていただいたコールドムーンの夜にはですね、まあ一見ラブコメな感じはあるんですけど、ただまあそれぞれまあ抱えているものがありまして、でそういうものが、まあ、2話3話とどんどん謎解きがされていくっていうような、まあ、物語になってますね。で僕が演じさせていただいたそのシエルっていう人はですね、まあ、すごく、まあ、一見、まあ、イケメンで大人の余裕があってっていうところがあって、そこに美月さんも、まあ、ちょっと好意を抱き始めるみたいなことがあるんですけど、ただシエルの裏側に、まあ、抱えてるものだったりとか、まあ、隠してる何かっていうものがありまして、はい、まあ、それがね一体何なのかっていうところを注目して見ていただければ思いますね。ちょっと小松さん上手すぎませんか。素晴らしいですよ。ありがとうございます。拍手だ。ありがとうございます。いやもう、ね、素晴らしい番宣、もうさ、ただ喋ることはありますか、高橋さん大丈夫ですか。と困ってます。はい、何か見どころありましたら。いやでも本当に私も最初台本読んで、はい、ってびっくりしたんですけど、1話は普通のというか、まあ、ラブコメ王道っていう感じなんですけど、うん、2話で「えしげるくん、えみたいな、うわーって思ったりするところがあったりとか、ちょっとサスペンスみたいな、はい、なったりとか、結構もうストーリーの種類がジャンルが変わってったりするので、うん、はい、そこをちょっと注目して。なるほど、ラブコメかと思ったらちょっとミステリーで、そうって思ったらまたラブコメに戻ったりとか、はい、でそしたらもうラブストーリーになったりとか、はい、ちょっといろいろ忙しいんですけれども、そこが面白いので、はい、ぜひ注目してみていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。お二人とも上手いけど、僕らねだけ炭治郎の話してたんで。本当だ。素敵な場所だった。素敵な場所ということで、さあそれではですね、主観はどうでした。主観のなんか対応。そうですね、はい。やっぱ皆さん言われてましたけど、やっぱそのセリフを、はい、まあその客観で撮ってる時はちゃんと相手の顔を見ながらお芝居できるんですけど、はい、やっぱカメラを見てっていう風になってしまうと、まあカメラに言ってるんですけど、とっさの反応で見てしまうんですよ、本人。っていうところがまあ難しかったのは僕たちもね、ありましたし、あとあれも難しくなかった、いや本当にカメラマンさんがここにいて、で私の手だけ欲しいみたいなシーンがあるんですけど、はい、こうもうそこが人が一人いらっしゃるので、私の手の長さで届かないから、こう頑張って。カメラマンさんどこにいらっしゃるんですか。目の前ここにいらっしゃる、はい、いるから、そこを頑張って普通に出してるみたいな感じで出さなきゃいけないところとかたくさんで、はい、もう本当腕の長さが欲しいなって思う3日間だったで。そうですね、僕は結構余裕できましたね。いや本当に嬉しいですね、このリーチ長くてよかったなっていう。いいな。先ほど神田さんにもお聞きしたんですけど、その例えばメガネをかけるシーンも、はい、カメラに直接メガネかけるとか、
そう主観映像なんでそういうのもあったということで、いろいろ主観映像の面白さが見れますので皆様ドラマ要チェックでよろしくお願いいたします。さあそれではもう一個質問なんですけども、せっかくなのでこのお風呂シーン、入浴シーンがこのドラマの大きな見どころの一つではあると思います。この入浴シーンで大変だったこと、何か監督さんからの演技指導、こういう風に入ってくれなどありましたら、お願いいたします。トマラさんから、お願いします。お風呂は本当の温泉に入ってるので、はい、暑いのがやっぱセリフ喋ってる時とか、割と結構長時間お風呂に入っていたのでそこが大変だったのと、うん、あとはセリフがないところでこうなんかお風呂に 入ってる仕草なんて言うんだろう、はいはいはい、何回をやるのが何をしていいんだろう。普通お風呂入る時って特にこうやったりとかしないじゃないですか、うん、そうですね、なんかそれがすごく難しかったです。あと頭とか濡らせないしね。濡らせない、ね、次のシーンとかあるから結構朝一だったんで風呂本当朝一朝からそういいお風呂だから次のシーンのためにダメなんです。髪の毛はやっぱり、はい、みたいな感じだったよね。確かそう大変だったね難しかったです、そのお風呂入ってる時の動きとかは監督さんからの指導とかは特になく自由って感じだったんですか。まあこう気持ちよさそうにみたいな指導だけいただいてちょっと私もこう考えながらやってたんですけど、あのさっき1話見させていただいたら、はい、割となんか同じ動きばっかずっとやってうわーってなりました、大変ですよそれは。ひろさんいかがですかお風呂シーンは。僕は風呂入るときに浴衣あるじゃないですか、はい、を脱いで風呂に入るじゃないですか。でその時に リハーサルですよ。リハーサルの時に僕バーって頭回して浴衣脱いで、はい、タオル持って風呂の中入ればいいんだけど、はい、いいんだけど僕真面目だから、はい、実際にパッツ履いてるじゃないですか、はい、パッツ脱がないでタオルだけ持って風呂入るってこと、俺ノーパンで浴衣着ることになっちゃうからそれは違うだろうと思って頭の中ガーって回してなんかわかんないけどパッツまで脱いちゃって俺カメラの目の前で、はい、で風呂入ってカットカットカットって言われて、はい、みんなスタッフさんみんなキャーみたいな俺みんなさんの前で全裸になっちゃって本当にただ普通にお風呂入ったんですね。入っちゃったなんか役に入り込みすぎてなるほどね、ギュッてなってたから、はい、それ大変ですわ。なんか脱ぐ振りとかすればよかっただフリだと思うけどその頭がなくてそうそれはあのお風呂まで行ってしまったんですか。下ろした時点でカットじゃなくて、いや多分見られてたと思います全部いやこれ大ハプニングですね、はい、それ乗り越えてできたドラマでございますどうしたまとめが乗り越えてね乗り越えてさあそれではどんどんお聞きしちゃったらさ、入浴シーン大変だったことありますか。もうこのインパクトのある話の後いや本当ですよね確かにでも私伊香保の温泉にお邪魔させていただいたんですけど、はい、色が特徴的だったなってちょっと印象に残ってて、はい、ちょっと緑がかったというか、まあ、それが伊香保温泉の特有の色だっていう説明が書いてあったんですけど、まあ、なんかそういうご当地というか温泉地の特徴がよく見れるドラマにもなってると思いますし、あと私風呂のシーンで顔をお湯っていうんですか、もう沈む、はい、風の中にこう沈み込むみたいなところがあったんで、本当はもう髪の毛とか濡らしちゃって大丈夫ですかって言いながら、もう全然行っちゃってくださいって言われて、そのメイクも取れちゃうけど大丈夫ですか、全然行っちゃってくださいって言われたんで一生懸命沈んで、なるほど、はい、なのでブクブクブクっていうちょっと絵もさっき見てたんですけど、はい、なのでちょっと頑張ってあの沈んだところのお芝居も見ていただけたらなと思います。沈んだところ注目でございますので、はい、いなくなります。さあそれでは寺坂さん、お風呂で大変だったことをお願いします。そうですね、あのお風呂ってなんかなんていうんですか、みんなに合わせてるというか、はい、あのたまあ僕の体に合うわけはあんまないじゃないですか。ちょっと待って何を言ってるの、どういう前向きな、どういうこと、なんか普通まだ皆さんまだあんま飲み込めてないですか。わかりました、はい、皆さん普通に入ると、はい、あの伊香保温泉そこだけね、あのなんか このぐらいだったんですよ、高さが深かった、浴槽の高さが、はい、でもなんかちょっと体出してほしいみたいな感じだったんで、はい、なんかこう水中みたいな水中なんかこうなってて絶妙ななんかこうなってて中腰になって、はい、で口笛吹かないといけなくて、はい、なんか
すごい大変だった。きつかったなっていう。意外と。シーンの時は皆さん、あ、今中腰なんだなと思って見てて。絶妙な感じ。なんか探してやってたんで。それちょうどいい深さ探すんじゃなくて、もうそこでやってくれってことやったんですね。そうです、もう均等じゃないですか。はいはいはい。大体。なあ、そうか。なるほど。だからもう。はい、濁ってますけど、あの下はこんな風になるって思ってくださ い, すごいな、面白いな、はい、絶妙な、見えないんですけど、役者さん大変です、ありがとうございます、はい、さ、水の呼吸使えよ全集中してたからね、本当にね。さあ、それではいきます。高鶴さん、お風呂シーン大変やったことあれば教えてください。あ、私はお風呂シーンが何回か入るんですけど、はい、それが1日に、はい、全部詰まってて、あの一回入って、で全部、はい、気持ちよかったって出てって、またヘアメイクとか直して、またしばらくしたら、またなんか、もうまた髪結んで、また入って、はい、で、また出て、またヘアメイクして、みたいな、すごい、何回も出て、入って、出て、入って、繰り返してたら、私はお昼に過ごしてるのか、夜に過ごしてるのか、わかんない感じになっちゃって。お風呂入るのか、はいはい。うん、そうなんですよ。で、うん、毎回、なんかでも、気持ちよく整って、あの、入るたびにペットボトル2本飲み干して、でもそれぐらい気持ちよかったです。でも大変っていうより楽しかったです、私は。すごいですね、はい、ありがとうございます。そんだけ1日で一気に取ったわけですね。そしたら私たまたまそうでしたね、はい、何回ぐらい入られましたか？3回くらいですかね。3回は大変そうなんです。すごいです、ありがとうございます。ずっと入ってましたね。小松さんはいかがですか？僕はあの本当にあのポスター見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、本当に温泉を楽しませていただいて気持ちよかった、本当に気持ちよかった、もう本当にすごい良かったんですけど、小松さんだけオフショットじゃないかと思ってそうですね、もうプライベートで来ましたみたいな顔してると思うんですけど、まあ、それぐらい、まあ、温泉自体はすごく僕はあの、はい、気持ちよく、特に大変なことはなく、うん、あの撮影させていただいて、でも一箇所、はい、あの僕髪を洗うシーンがちょっとあるんですけど、ありましたね、ね、髪を洗うシーンで、まあそれからどうなるかはまたそれも見てのお楽しみなんですけど、いや、ここすっごい面白いです。私大好きなシーンなんですけど、僕はね、監督から ね、もうとにかくシャンプーの泡をたくさんこう泡立てせてほしい、はい、でもうすいませんってあのシャンプーに謝りながらシャンプーあの大量に取って使いすぎるよって、はい、使いすぎるよすいませんって言って、で使いすぎて泡泡になるじゃないですか、はい、でそこからまあいろいろあるんですけど、ちょっとそのシャンプーに軽く溺れかけるみたいなシーンがあったりするんで、はい、そこはね、本当にぜひ注目シーンなので楽しみにしていただけたらと思います。皆さん見逃さないでくださいね、はい、ごめんなさいって言うてる瞬間見えるかもしれないごめんなさい、ありがとうございます。さあ、それではですね、皆様からたくさんのお話をお伺いしてきましたけど、本作への期待が高まってきたんではないでしょうか、なのでここでお越しいただいてます記者の皆様、もしご質問ありましたらですね、挙手していただければマイク持っていきますので、何かありましたらお願いいたします。あ、はい、ありがとうございます。マイクのスタッフさんいらっしゃいますかね。スタッフさんいらっしゃらなきゃ、あ、いや、ミキセル、あ、はい、大丈夫です。はい、そのままお願いいたします。つかまり君、橋本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。男性陣は全員あのヒーロー経験者という共通点があるんですけれども、なんか女性陣の方になんかヒーローを感じた瞬間みたいなのがあったら少し聞きたいな。聞きたいですねヒーローを感じた瞬間、じゃあそれでは、トマさんから大丈夫です。トマさんどういうおかしくないあるでしょヒーロー、トマさん順番変えます、大丈夫ですか？1番目にいいですか？あ、ちょっと考えるありすぎてちょっとごめんなさい、ありすぎて、ありすぎて、本当にごめんなさい、あるんですよ。高津さんがちょっとヒーロー、高津さんがじゃあちょっとヒーローを感じた瞬間、小松さんヒーローを感じた瞬間、いいですか？そうですね、はい、あ、ヒーロー、めっちゃヒーロー。いや、あの、はい、最初の集合の初対面の時も、うん、結構こういう感じで立ってたんですよ。あの、初めましての集合全然恥ずかしいよなんか嬉しい話聞けるのかと思ったらいや違う、それで監督と私最初に会ってたんですけど、はい、したらあれもしかしてあの方かなみたいな話でそれ、いや、爽やかだねみたいな、多分あの人だと思って話しかけたら、あ、どうもってなったので、この人だと思ってさすがだなと思って、すごい姿からヒーロー感じちゃいましたか。いや、そうなんですよ。で、しかも、うん、あの現地に着くまでの移動とかで、はい、あのコンビニに寄ったんですけど、はい、そしたらあのなんか好きな飲み物何とかって事前に聞かれてて、でそれで何気なく答えてたんですけど、はい、そしたらなんか不意にコンビニから出てきた
あら、なんかホットレモンを寒いからって言って渡してくれて、かっこいい、かっこいい、かっこいい。待って、俺マジで覚えてないですわ。え、マジで。いや、あの、渡したの覚えてるけど、俺事前に聞いてたのかな。え、聞かれました。めっちゃイケメンじゃないですか。ありがとうございます。すごい、ありがとう。めっちゃいい、すごい、すごい。あ、あと、まだ、まだ、まだ、どんどん出てくる。ね、やばいよ、二人。ちょっと待って、長瀬の喋り後ろの二人で焦ってみましょう。ダメですよ、二人、腕組んで考えたらダメです。あ、落ちた。あれ、あ、取れちゃった。取れちゃった。大丈夫、大丈夫。かっこいい。かっこいい。じゃあ、あの、はい、はい、もういいかな。あと、じゃあ続き、あの、後ほど聞かせていただきます。オフトークみたいな感じで。あ、いいですね。じゃあ、せっかくなんで最後、気になるか、あの、待ってる時のポーズだけ見せてもらっていいですか。もう一回、その。はい、ありがとうございました。あのー、さ、多分、待ち人上からは来ないんですよ。さあ、ちょっと目線が上になっちゃいました。トヨタさん、長坂さんにヒーローを感じた瞬間ですね。お願いします。ランキング発表とかではないんだから。いや、でも、でもそのこんなこと言ったら本当にって思うかもしれないんですけど、はい、あの、ずっとヒーローなんですよ。わ、本当に？ちゃんと言いました。じゃ、なんか本当に裏表がないというか、そのスタッフさんに対してもそうですし、街を歩かれてるその通行の方々とか、旅行に来てくださって方々とか、あと旅館の方々とか、もう誰にでも分け隔てない、あの、笑顔で接するので、そういうところも本当にもう根っからのヒーローなんだなっていうのはすごく感じましたし、ずっとそれはもう前に共演させていただいた時から感じてることなんですけど、また改めて感じたっていうのと、あと一つ、個人的、私も嬉しかった出来事ではあるんですけど、はい、あの、旅館のスタッフの方が、あの、見てましたって、うん、さっき言ったり出てた作品を見てましたって言ってくださって、本当に大好きなんですって言ってくださったのは本当に嬉しかったし、もうヒーローだなって思いましたし、私もそのなんか特別感みたいな、その効果を実感できた瞬間だったなと思います。いや、素晴らしい、もうヒーローじゃないですか、もう。大丈夫ですか、満足しました。旅館の人も、はい、すごい、あの、あの、それ気づいた瞬間に、はい、ケンゴとユナだったんですけど、ケンゴとユナ、なってて、いや、やっててよかったなと思って。いや、そうですね、旅館の人も中腰でケンゴがいると思わなかったでしょうしね。お風呂。ありがとうございます。さあ、それでは最後ですね、トマラさん、ヒーローを感じた瞬間、ヒロさんにヒーローを感じた瞬間をお願いします。いや、本当にいっぱいあるんですよ。絶対ね。でも、あの、演技のところでは、出番じゃない、出番、違いました、うん、で、すごい、なんか、あの、なんていう、頼りになるなと思って、なんか演技で、俺はこう思うみたいなのを結構しっかり持ってらっしゃる方なので、なんか監督さんに結構ちゃんと自分の意見を言ったりとか、なんか私が結構演技に対して不安があるんですけど、ちょっとアドバイスいただいたりとか、え、そうでしたっけ、結構いただきました。あ、本当ですか。その時にヒーローだなって。恥ずかしくなってるやん、慣れちゃってる、感じました。ヒーローじゃないですか。いや、なんか照れるな。アドバイスしたのは覚えてらっしゃらないですか。アドバイスをしたっていうことは。あ、なんかその、いや、なんかその、そこのなんかこのシーンとかを、はい、セリフの言い方とかだけど、そのもっとハキハキとね、もっとそのもっと大丈夫ですか。そんな言い方でちゃんとかっこよく言ってましたよ。言ってくれてましたよ。だから俺、あの、褒められるの慣れてなくて、はい、すみません。いや、でもかっこいいですよ、その嬉しい、ヒーローです。私は本当になんか救われました。あ、嬉しい、もうヒーローお三方です、素晴らしい。さあ、お時間大丈夫ですかね。もし質問ありましたら大丈夫ですか。はい、それでは、ありがとうございます。以上でご質問の、時間を終了とさせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、以上でフォトセッション終了とさせていただきます。ありがとうございます。まだまだ楽しいお話を聞いていきたいんですけども、ごめんなさい、お時間が来てしまいました。なのでですね、最後のご挨拶お願いいたします。トマラさんからお願いいたします。はい、はい、本日はお越しいただいて本当にありがとうございました。ドラマ1月26日から放送開始になるので、皆さん
3話ずつでかなり見やすいと思いますし、 POV という新しい形なので楽しんで見てほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして平野さん、お願いいたします。はい、皆さんご来場ありがとうございます。そうですね、主観というなんか新しい撮り方とか、今日ここで話した裏話だったりをなんか思い出しながら見ていただくと嬉しいなと思います。ライガ君がこうやってなってるの思い出しながら見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして豊田さん、お願いいたします。はい、本日はお越しいただきありがとうございました。3話、それぞれ3話の中にギュギュッとエピソードがたくさん詰まっていて、かなり見応えのある作品に、どの作品もなっていると思います。私たちの作品もすごいいろんなことがね、起こりますので、作中どのシーンも見逃さずに最後まで楽しんでいただけたらなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして平野さん、お願いいたします。はい、本当に皆さん来てくださってありがとうございます。そういう撮影的な面白さだったりとか、技術が入っていたり、あとは出演者の皆さんの魅力も詰まってますし、物語もとっても素敵なものになってます。あとはこう巡る温泉地もそれぞれめちゃくちゃ魅力的なので、そういった部分も含めて楽しんでいただけると嬉しいです。ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、はい、続きまして高津さん、お願いいたします。はい、この作品は私史上一番笑った撮影期間の作品になってまして、本当に彼氏目線だったり彼女目線だったり楽しめるので、そこを皆さんも一緒にこの世界に入った感覚で一緒に見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日はご来場いただきありがとうございます。今高津さんもおっしゃってましたけども、やはりPOV という主観ショットっていうのがあるので、純粋に物語を楽しんでいただくもよしですし、その登場人物の気分、気持ちになったかのように楽しんでいただけたりとか、またあとは温泉地だったりとか、そこの観光地っていうところも、すごく魅力的に映っておりますので、ちょっと旅行気分で見たりとか、いろんな見方ができると思うので、たくさん見ていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上をもちましてドラマ公演チームの中で記者会見イベントを終了とさせていただきます。ぜひ皆様、出演者からお話しいただいた内容に注目しながら本作をお楽しみいただければと思います。それではキャストの皆様を大きな拍手でお見送りください。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。